かえり。なんで撮ってるの？今日はですね、まあまあまあ、どうぞこちらに。どうぞこちらに。何ですか？今日はですね、抜き打ち。おほちゃんのランドセルの中身&筆箱の中身紹介です。やだ。なんかしほちゃんのランドセルさ、最近全く紹介しなかったよね。1年ぐらい見て、約1年ぐらいさ、中身チェックしてなかったよね。え、前したっけチェック。去年ね、去年なんだよ。去年の12月ぐらい、わかんないけど、約1年、ほぼ1年。わぁ。今年はまだしてない。4年生になってから1回も多分してないです。やだ。なので今日はちょっとしたいと思ってカメラを構えてました。抜き打ちなのでありのままのランドセルちゃん。やだ。はい、じゃあちょっとね、あ、ちょっとねカメラの電池がないので変えます。こんな感じでよろしいですかね。よろしくお願いします。はい、じゃあ、あのね、ちょっとママが今ね、あの名前だけ、ランドセルの名前だけはマステを貼りました。今貼りました、これ。あの、これね、今貼りましたので、もうすごいの見せなくてもね。それアピールしないんで。いや、だって本当抜き打ちだからね、それアピールしとかね。あー、知る。はい、じゃあ見てみましょうか。何そのルンルンなの？別にルンルンじゃないけどさ。ねえリミ、うん、リミちゃんは何してますか？あ、この前ダイソーで買ったやつ。もうじゃあ紹介します。はい、じゃあね、まず横が、あのね、うん、あ、それなんか前もか、それ前もなんかつけてなかった？3年生の時から。これね、1年ぐらいずっとつけてて、ね、でね、リミとお揃いでね、クレーンゲームで撮ったやつ。壊れちゃったの。そう、なんか1年経つとちょっと色が黒くなってる気がする。そう、黒くなってます。あと、結べなくて。あ、本当だ。結べなくてこうなってます。でもちゃんと1年間ずっとついてるね。ちゃんとついてます。で、次にこっちでね、うん、成田さんで買ったお守りが。あ、そうだね。なんかストラップとか、キーホルダー、キーホルダーを持ってくと怒られるって思ってた。でもみんなつけてるの。みんなつけてる。結構ジャラジャラつけてるの。めっちゃジャラジャラつけてる。へえ、やっぱそうなんだね。ここにね、うん、ここにめっちゃジャラジャラつけてるの。ああ、そこね、うん、っていうかさ、そこ防犯ブザーさついてたのにさ、なくなっちゃったね、いつの間にか。やばくない？ちょっと いざとなったら声か出ないかもしれない。怖い。人間ね、恐怖がね、恐怖心がすごいと声って出なかったりするんだって、うん、まあいいや、とりあえず防犯ブザーはちょっと用意し、もしかしたらつけましょう、また。はい、ということでランドセルは生涯終わりです。え終わり？まだでしょ、うん、始めてください。ランドセル生涯って外側だから。中だよ、中。中も見せてください。ランドセルの中身なので。本当に汚いからね。はい、こちらです。入ってますか？運べてみ、こんな感じです。はい、はい、じゃあ中身、まず一番上には、うん、筆箱が入って、はい、で最後にね、この筆箱の中身もチェックしたいと思います。ついでに、で今日がバラバラ、あの前紹介した時めっちゃ綺麗に届いてたと思うんですけど、最近、あのね、3年生はね、ちゃんと届いたんですよ。言い訳タイム、言い訳タイム。なんか、めんどくさくなっちゃって。まあ、そういうもんですよ。はい。リミちゃんなんか2年生からすごいですから。大丈夫ですよ。ね、リミさん。それで、リミちゃんの、ね、ランドセルね、ランドセルの底にいっぱい紙入ってるから。ね、リミちゃん。今も入ってるから大丈夫です。で名前だけごめんなさい、見えないようにお願いします。じゃあこれダメじゃん。国語、あとドリル、算数ドリル、うん、あと地図帳、うん、字学、漢字、計算、引き出しじゃないわ、名前、下敷き、はい、
イル。ファイル。何のファイルそれ。なんかプリント？違う。なんかね、うん、透明な、透明じゃない。真っ白い紙を入れるのが好きなの。へえ。あ、真っ白い紙入ってるのそこに。そこにめっちゃ入ってます。へえ。あとクラブの紙とか。ああ、なるほどね。終わったやつ。あとこれ漢字と、うん、道徳、あ、でも体育のノート、体育、算数、うん、国語、なぜか2枚、あの、あ、新しいのね、新しいやつ、予備でいっぱい入ってんね、今日算数、で、これが、連絡袋、うんうん、プリントとか入ってるやつ、算数のノート、ノート、あと予備の下敷き、下敷き、え、まだなんか入ってる、新聞紙と、え、それ何の新聞紙、え、これ習字のやつで、もし忘れた時に、もし忘れたというか、あ、なくなっちゃったね、あのね、これね、切ってあるから、こうやって、あ、これが、その指も入ってんの、1ついっぱいになったら使おうと思ってずっと入れてるやつと、なるほど、と、算数ドリルの答え、あ、使ってないんですけど、以上ですか、めっちゃ汚くない、え、でも普通じゃない、今のところ、そうだ、あ、それで、うん、皆さん知ってると思いますよ。私がティッシュが大好きなことは知っているでしょうか。はい。もちろんいっぱい入ってますよね。上のところを見てください。はい、うわ、やば。うわ、1、2、3。あ、4パック。今日4パックだ、少ない。4パックも入ってる。え、ポケットそれだけ？ティッシュだけ？うん、そうだよ。本当？ほら、見て。あ、ごめん、リミ。本当だ。あら。綺麗じゃん。え、嘘、綺麗の方。じゃあ、チャックリンを見てみましょう。チャック何もないです。チャックの中。チャック、あ、家の鍵ですね。それはじゃあ閉まってください。マイ鍵と。あら、空っぽ。え、綺麗じゃん。何も入ってない。綺麗。じゃあ鍵さ、忘れないうちにちゃんと閉まっとく。え、綺麗じゃんね、リミ。綺麗。やばくない？リミのランドセルと大違い？ありがとう。嬉しい。何がそんなに嫌だったのかがよくわかんない。え、教科がバラバラだったのが嫌だったの。あ、この並びが、うん、そんなの綺麗に並べてたっけ、前。前並べてた。そうなのか。国語が一番上で、算数、うん、で、理科社会だったの。でも理科社会は学校に落ちたから、いつも国語が上だったの。ああ、なるほどね。で、あ、教科書、ノート、漢字、漢字だった、うん。なるほど。何のノートが一番綺麗に書いてるか、見せてもいいのって思いますか？一冊だけ。国語とかは嫌だ。算数はいいじゃない？算数はいいよ。じゃあ算数はいい。でも嫌だ。算数も嫌だ。チラッとだけ。見せて。嫌だ。もう嫌だ、嫌だ、嫌だ。しほちゃんの算数です。どう？チラッ、こんなチラッ、いいだけ。嫌だ、嫌だ、本当に嫌だ。あ、でも新しいノートだから2、3ページしかない。古いノートもあるよ、一応。と、ちーちゃん見せたくないんだったら見せなねばいい。漢字はこれ。ちゃんと丸ついてます。花丸。丸ついてます。あ、花丸ついてます。こんな感じ。でもノートはね、前も見せて。で、そう、見せただっけ。前見せた。で、先生のさ、なんか一言とかも書いた。はい、あれ綺麗じゃん。志保さん。ノート汚いわ、やっぱり志保。ほんと？え、ランドセルめっちゃ綺麗じゃない？綺麗、嬉しいね。ねえ、しほちゃん。綺麗。ありがとう。筆箱。待って、色がめっちゃ汚い、多分。前、いつ紹介したかね。でも前紹介した時はこの色が違ったんだよね。濃いピンクでした。見てください、薄いピンクになりました。薄いピンクのこのなんかスーツケース。濃いピンクの写真、こちら。あるかな？あら、こちら。あるかな？はい、じゃあお願いします。え、本当に甘いんですけど、見せたくないんですけど、ちょっと見せますね、うん、いきます。汚くないですか。でもこんなもんじゃないの。で、まず鉛筆が、うん、6本入ってます。あの前7本あったんですけど、なくしちゃって1本追加でちょっと黒いやつを、ああ、そうなんだ。やってるんですけど、キャップは全部ギョロ目なんだね。そう、一つなんか相変わらず、あれ一つついてないんだけど、キャップ、うん、あれキャップまたなくしたから。すぐなくすんです。あ、あったあったあった
取れちゃうんだね、それね、キャップ取れやすいよね、うん、はい、で、鉛筆がまず6本、はい、あ、消しゴム見せたくないんだけど、一番見せたくない、消しゴム、本当に見せたくない、なんで汚いさすがに汚いですねずっと怖いだってカバーがないからそれは汚くなりますよね。リミットお揃い。ああ、そうなんだ。これよく消えた？消えてる。大丈夫？うん、全然消える。次に赤、青、鉛筆、ルーラー。定規。ルーラーって何？定規ってこと。英語で。ちなみに今日習いました。覚えたけど。ペン。なんでこれ、こんなにいっぱい？マッキーペンと、うん、あと絵のペン。これマッキーじゃないけど。マーカーペン。え？マッキーじゃないじゃん、これ。プロッキー。プロッキーだそうです。プロッキーと。プロッキーでいいのかな。あとこれ、4年生のね、絵の検定があったんです。その時にペン書きで使ったボールペン。あ、3年…それも入ってんだ。うん、3年生の時も一応。これで合わせ3つあります。汚っ、うん、リモコンの中に入れると汚くなるんですね。なんで付箋入れてるの？付箋使ってるよ、よく。でも中身は綺麗だからね、周りは汚くても。え、何に使ってるの？何に使うの？何に使うのって。付箋はさ、ノートとかさ、教科書とかに印つけたりさするの、よく。あと、なんだっけ、あ、業務がなんか英語でなんだっけ、潰れてる、潰れちゃった。こちらのホッチキス、ホッチキス、ホッチキスも入れてるんだ。で、ね、友達に貸した時にね、なんか潰しちゃったみたい。あ、ほんと、うん、そうだね。あと、わ、なんだそれ、鉛筆削り。おお、それも黒目なんだ。ほら、ほんとだ、めっちゃ汚くない？汚すぎて。リミとお揃い。あ、リミもお揃いなんだ。いや、これ見せたくないんだけどさ。どれ？私はメモ好きなんです。なんかすっごいね、なんか付箋を貼ってメモしたんです。一日の流れだって。よ、余計なことをやらないと一日の流れって何それ？余計なことをやらないって何？自分へのあれ、目標目標立たってる。常に完璧な子でいようって、天才な子でいようっていうこと。余計なこと。真面目ですね、しゅうこさんは。見せたくなかった、本当に。見せなかった。あと、見えますかね、鉛筆のパス。汚くないですか？まあしょうがないよね、これはたまるよね、使ってるからね。うん、やっぱギョロ目なんだね、相変わらず。久しぶりに見たけど、見せたくなかった。あ、片付けていいですか？はい、いいですよ。ほんとさ、うん、あ、消しゴムユレイサーです。甘い出しました今日英語の授業あったの？そうだよ、1時間目にあった。そっか、うん、汚いので汚く入れましたあのね、でもこれあれでしょ、ボンボンこう入れられるのがいいんでしょ、この筆箱のいいところ。でもこのペンはね、なんかポケットに入れてるの、うん、どれ？こうやって。あー、そうなんだ。ちょっとちゃんと立ち位置も決まってんの。立ち位置？この子はここにしまおうみたいな。ああ、立ち位置ね。立って入れてんの？立たせて入れてんの？うん。どんな風に入れてんの？最後に片付けた後の綺麗な筆箱の並びを見せてください。じゃあ、なるほどね。こんな感じです。ここに、うん、あの、ここにね、うん、置いて、うん、ここに消しゴムでしょ、うん、で、ここにペンとか定規、うん、細長い分類があって、うん、で、ここにペン、ペン、ペンだね。じゃあね、ここにペン。あ、なるほど、こうやって、ね、あ、ここにメモがあるの。ごめん、ここにメモが。あ、こっち側はメモね。あ、両方に網ついてるの、これ。そうだよ。へぇ、いいね。だから、うん、ハサミとか入れるんだったら、うん、ポケットにしまいたい。そっかそっか、そっかそっか。ハサミは別にハサミや、お道具箱、お道具箱の方に入ってるから使わないんですけど、ね、はい、はい、以上で す。はい、というわけで今回はね、ママにランドセルの中身&筆箱の中身を抜き打ちされました。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。
存じたおやつだ甘い。